いい上智智子子君、日本共産党の上智子でございます。あの緑食料システム戦略は、カーボンニュートラルや生物多様性の保全、再生を促進し、災害や気候変動に強い持続的な食料システムを構築することが急務であって、そのことは食料、農業、農村基本計画に示された、 食料自給率の向上と食料安全保障の確立を確かなものにすることにつながるというふうに書いていますで、そこで私はですね本会議の質問で農政の基本はまあ食料農業農村基本法であって緑戦略が基本計画で定めた食料自給率の向上にどう関与するのか定かでないというふうに聞きましたら大臣は 食料農業、農村基本法と矛盾するものではないというふうに答弁されたんですけれども、どのように関与するのかっていうのははっきりしませんでした。それで、緑戦略の副題がですね、生産力の向上と持続性の両立をイノベーションで実現するっていう形になっていますので、この技術開発、技術開発が進まないと、食料自給率の向上も、 食料安全保障も確かなものにならないのではないかと、で技術開発頼みになってるんじゃないかというふうに思うわけなんです。そこで、ですね技術開発が想定通り進まなかったら、これ、食料自給率の向上は達成できないということになるんでしょうか、お聞きします青山技術総括新幹 お答えいたしますえ、緑の食糧システム戦略は食糧自給率の向上にも寄与するものでございますけれどもその実現のためにはイノベーションの創出が不可欠でございますただしイノベーションにつきましては一定の時間を要するものもございますので中長期的な時間軸を持ちましてえ、2040年までに革新的な技術生産体系を順次開発して 2050年までにこれらの技術生産体系の社会実装を図っていくということにしております。一方で、目標の実現に向けまして、前に進める必要がある中、今までも優れた技術がございますので、2030年までこれらを横展開していきたいというふうに考えております。具体的には化学農薬や肥料の使用削減に向けまして、土壌診断を踏まえた土作りや栽培ごよみの見直し、 水電用除草機を用いました作業の省力化などの技術を想定しておりまして、先端技術の開発と合わせて、これらの既存技術の活用普及も図っていきたいと考えております。 食料自給率はその向上を図ることを旨といたしまして、国産農産物の消費の拡大、生産基盤の強化等の施策を講じているところでございまして、これらの施策に合わせて、本法律案に基づく施策を推進することで、持続的な農林漁業の発展、ひいては食料の安定供給の確保に寄与していきたいというふうに考えております上智子君あの、まあ。イノベーション には一定のの、ね、の時間のかかるるもももあるって話もあっってて話やっぱり、あの、言ってほしかったのは、イノベーション頼みにしないで、総力を挙げて頑張って言ってほしかったんですけれど、えー、と食料自給率の目標がです、ね、45%なわけですけれども、現在の食料自給率は、戦後最低の37%ということでね、むしろ下がってるわけですよね。で、食料自給率目標の達成がまだ今できてないのに、技術開発が予想通りに、 これ進まなかったらどうするんだろうかというふうに思うわけなんです。そこで提案しますけども、あの緑の方では、この国がですね、基本方針を定めて、地方自治体が基本計画を定めることになっていると、それで国の基本方針では、まあ、食料自給率の目標を45%に、ね、するっていうふうになっているわけですけれども、これあのしっかりと位置づけて、ですねそして地方自治体は、 基本計画で食料自給率目標を書き,込むように書き込むようにしていったらいいんじゃないかと、例えばね、今で言っても、今の北海道で言うと、食料自給率が216%なんですよねで、東京はっていうと、東京0%、1%から下がったんです、またね、それで水田地帯が多いという言われている埼玉でもですね10%なんですよ。 関西でいうと大阪が1%ってことでね、これ、都市部っていうのは本当にね、少ないわけなんですけど、あのやっぱりあの小さいところは小さいなり、大きい所は大きいとこなりに、各県がそれぞれですね目標を持って、その達成に向けて頑張るということが必要なんじゃないかと思うんです、でそのことがやっぱり持続的な食料システムを作る上でも重要じゃないかと思うんですけども、大臣、これ、いかがですか。金子農林水産大臣 えー、食料自給,率自給率につきましては、その向上を図ることを旨といたしまして、えー、国産農産物の消費の拡大、生産基盤の確保と、食料農業農村基本計画に掲げる施策を講じているところであります。また、本法律案に基づく環境負荷低減の取り組みは、健全な作物を育てる土作り、 科学医療や燃油等の輸入依存からの脱却など、持続的な農業の発展、ひいては食料農業農村基本計画に掲げる政策の推進にも寄与するものであり、基本計画と一体となって実施していきたいと考えております。委員ご指摘の本法律案に基づく国の方針、 それに基づく地方公共団体の基本計画につきましては、他の東証所管の法制度でもあるように、計画認定制度の実務的な運用のために、えー、策定するものであります。本法律案に基づく基本方針及び基本計画に、食料自給率目標を定める考えはありませんが、食料自給率目標については、 すでに食料農業農村基本計画に定められておりますので、これを目標にその向上を図ってまいりたいと思います上智子君あの。やっぱりそれぞれの都道府県でね、目標を持ってやる方が絶対いいと思うんですけどね。 ぜひ、そ,のもうそれも検討してほしいんですけども、であの基本方針はです、ね、経済情勢の変動と、その他の情勢の推移によって必要が生じたときは、基本方針を変更するものっていうふうに書いてます、でリーマン・ショックの際にも食料危機もあれば、今回のようにです、ね、ロシアのウクライナ侵略に伴う食料危機が現実味を帯びていると、この経済情勢の変動に備えるためにも、食料自給率の向上を位置づけるべきではないかというふうに思っております。 でそこで、ですね食料自給率の達成と合わせて、この地方自治体の基本計画の作成に、えーまあ、関係者、えー、住民がですね参加する仕組みが必要ではないかと、やっぱり議論があって、それぞれの自治体なんかもね、そういうことに向かっていくわけですから、そういう参加する仕組みが必要じゃないかと思うんですけれども、大臣、いかがですか。金子農林水産大臣、えー、本法律案では各地方自治体において 農林漁業における環境負荷低減を促進するための基本計画を作成できることとしています。この作成に当たりましては、地方自治体の負担に配慮することが大前提となりますが、地域の実情に応じた取り組みが促進されるよう、地域の関係者との合意形成を図ることを国の基本方針の中で、 明記してていいきたいと考えていますこれらを通じて、地方自治体の検討過程でも、幅広く関係者の意見を聞くことになると考えています神智子君あの。やっぱり緑戦略っていうことですから、食料自給率の向上とか、食料安全保障の確立のためには、この課題解決に向けた行動変容が不可欠であるっていうふうに言ってるわけですからね。 やっぱり行動変容を促すためにも、関係者の参加っていうのは、私は不可欠ではないかなっていうふうに思っております。それで、次ですね、ちょっと食料、植物防疫法について、あの改正案について質問します。あの、先ほど出てましたけども、総合的な防除の仕組みを構築するっていうにあるんですけど。この仕組みについて、ちょっと確認の意味で、もう一度お願いします。小川消費安全局長。お答え申し上げます。 近年、温暖化等により、病害虫のまん延リスクが増加していることや、過度に農薬に依存した防除により、薬剤体制を持つ病害虫が発生している事例が見られることから、病害虫の発生予防を含めた総合的な防除の推進が急務となっております。このため、今般の植物防疫法改正法案では、農薬だけに頼らない病害虫の発生予防を含めた総合防除を推進するため、 国が指針を定めるとともに、これに基づき、都道府県が地域の実情に即した総合防除の実施に関する計画を策定し、必要に応じて農業者が最低限遵守すべき事項を定めるなどの仕組みを創生することとしております上智子君、はいえーと。国はですね、基本指針を、都道府県知事は総合防除、えー、計画を策定するとあります。で第22条の3において 都道府県知事は総合防、相互防除計画において、農業者が遵守すべき事項を定めるというふうに書いてますで。有害病害虫が発生した場合に、例えば有機農業であれば、これ、農薬は使わないので、これまでは独自の防除技術で対応してきたと思うんですね。ですから、遵守事項の策定には、有機農家の参加というのは欠かせないんだと思うんですけれども、そこはどういう仕組みにするんでしょうか。 小川消費安全局長答え申し上げます改正法案では都道府県が総合防除計画を定める際には市町村長や農業に関する団体の意見を聞くよう努めることとしております国としても意見聴取を求める規定を踏まえ都道府県においては有機農業者を含めまして関係者と丁寧に議論をした上で地域の実情を踏まえた 総合防除計画が定められるものと考えております上智子君、はいあの。有機農家はです、ね、経験をこれまで重ねながら、地域に合った防除技術を築いてきたんだと思うんですね。で、農業者が遵守する事項が行政の介入にならないように、あの合意っていうことを大切にしてほしいと思いますで。さてですね、北海道では2015年にジャガイモのシルシストセンチュウが発生して、ジャガイモの生産に大きな打撃をあの与えました。 この侵入経路というのは解明できているんでしょうか。小川消費安全局長、お答え申し上げます。2019年にあ2015年に北海道阿賀市で、2019年に斜里町で確認されたジャガイモシロシスト線虫の遺伝子解析を行ったところ、これらは同一系統であり、南米が起源で。 現在、欧州、米国等で発生しているものと遺伝的に近い関係にあることは確認しております。一方で、本船中の侵入原因につきましては、専門家による対策検討会議の下、侵入原因調査チームを設置いたしまして、海外からの中古納期や、あるいは肥料、堆肥の輸入状況、さらには、バレー所の不正持ち込みの有無等につきまして調査し、検討したところでございますが、 本船中の発生国からの中古納期や、肥料等の輸入や、不正持ち込みは確認されておらず、現在のところ、侵入原因の特定には至っていない状況でございます神智子君。ちょっとそのね、原因がなかなかわからないまんまなんですけど、すでにじゃがいもシルソ船中が発見されて6年経過しているわけなんですね。それで防除対策の現状って、今、ちょっと一部話されたんですけど、そのえっ、ー、と。 検出限界以下の農地が増えているっていうことだとか、それからあのジャガイモを植えるその耐性の植物なんかも含めてちょっと簡潔にあとその今の進んでいる状況をあの話をしていただきたいんです。小川消費安全局長、お答え申し上げます。白シロシジャガイモシロシスト線虫の緊急防止におきましては発生補助におきましてこれまで 奇種植物であるバレエョなどナス科の植物の栽培を禁止しつつ線虫の密度を低下させる効果がある対抗植物でございますトマトの野生種でございますポテモンの植栽等による防除対策を徹底するとともにさらにはバレエョや土が付着しているニンジン等の移動制限を行ってきたところです。 これまでに本船中の発生が確認された328補助につきまして緊急防受を進めた結果、7割以上の補助におきまして調査の結果、本船中が検出されない水準になったことが確認されております。地域内のすべての発生補助において、本船中が検出されない水準となった場合、緊急補助の防受区域から除外しており、直近では 本年4月15日に阿波尻市、水戸豊地区等が防条区域から除外されたところでございます。今後とも地,地元の関係者と連携しながら防条対策を進めてまいりたいと考えております。神智子君、えっとまあ、植物防疫法の改正案がですね、こういう問題を解決することになるのでしょうか。これ簡,簡潔にお答えください。小川消費安全局長、はい、えー、お答え申し上げます。今回の植物防疫法の改正法案におきまして。 輸入検疫措置への農機具等の追加や、携帯品検査の強化により、水際での侵入防止を強化するとともに、侵入調査事業を法律に位置づけ、同じ条件で全国で調査を実施することにより、侵入した病害虫の早期発見を可能とし、また、緊急防除のうち、告示を省略して実施することができる措置を拡充することにより、栽培規制等の 措置を緊急に講じることが可能となるなどの措置を講じることとしておりますこうした措置によりまして病害虫の侵入防止侵入時の早期発見早期防除に寄与できると考えております上智子君はい、ありがとうございますあのなぜですねやっぱり外国由来の有害病害中が増えてきているのかということで考える必要あると思うんですけれどもやっぱりグローバル化 自由化で農産物の輸入が増えているということと関係あるんじゃないかと思うんですね。で、植物貿易体制を強化するっていうのはもちろん必要なんだけども、同時に生態系を壊さない対策も必要になるんじゃないかということも、ちょっと申し上げておきたいと思います。えっと、次にですね、有機農業についてお聞きします。緑戦略は、有機農業を全農地の25%、100万ヘクタールにする目標を掲げています。そこで2006年に有機農業推進法ができたわけですけど、 なぜですねこの有機農業が増えなかったのかと、で参考人の方からも、ですね検証ができていないという意見が出ました、私も全く同感なんですけどもね、それで有機農産物は増えているのかっていうと、これ、本会議でも紹介したんですけど、総生産量に占める有機農産物の割合、これ、2006年当時と2019年の比較で見てみたら、このいわゆるこう有機 j のあの、 格付けされている数字ですけど、野菜が0.19パーセントから0.46パーセントに増えてるけども、米はですね0.1パ13パーセントから0.1パーセントに下がっていたんですよね。で有機米は広がってるっていうふうに思ってたもんですから驚いたわけですけど、なぜですねこれ有機米の割合が減っているんでしょうか。平方農産局長。 えー、有機農産物のジャスの格付けの実績につきまして、まあ、認定登録,登,録、えー、登録認証機関からの報告によりますと、委員おっしゃるとおり、野菜ではこの間にまあ格付け8%増加、それに対して、米では格付け数量が22%減少で、米全体に占める有機米の割合も減少しております。でこの要因についてです、ね、登録認証機関ですとか、認証業者に聞き取ったところ、主な原因として挙げられたのは、米はもともと年齢構成が高い中で、 有機米の生産に取り組んでこられた農業者が高齢化して、除草作業等が困難になり、労働負荷の小さい観光栽培に移行しているということが多く挙げられました。有機水棟は、土地利用型の作物の中では拡大の可能性が高いものと認識しておりますので、農林水産省におきましては、有機水棟の栽培における労働負荷の軽減、これを図るために除草ロボットなどの省力化技術の開発が、 重要と考えておりまして、技術開発と生産現場への導入、これをしっかりしていきたいというふうに考えております上田真子君あの。なかなか農作業が、ね、大変だということの中で、高齢になってきてね、続かない人がいる、まあ、実際上は離農者が出てるということなんだと思うんです。それであの参考に質疑ではです、ね、有機の拡大に向けて、米での取り扱いは、えー、外せないという発言もありました。 それから稲作をどう作り直すかが、今回の法案の大きなポイントだっていう発言もされたと思うんですね。それでやっぱり有機が広がるかどうかの鍵っていうのは、これ、水田農業にあるんじゃないかなと思うんです。そこで具体的にですね有機農業をどのように広げるかっていうことなんですけど、これもあの本会議のときに質問したときに、農水大臣は有機農業の指導員の育成や技術習得支援による担い手の育成、 環境保全型直接支払い交付金による生産者支援に加えて、令和3年、2021年度の補正予算に予算を組んだというふうに答弁をされましたよねで。学校給食に有機食品を活用することは有意義で、市町村の取り組みを支援するという答えもされました。それからまた文部科学学学大臣はででですね校校給食のの活用につつついて学校設置者の判断であるとしつつも 農林水産省と連携しつつ必要な取り組みを行うというふうに答弁をされましたそこでですね具体的な課題は何かと農林水産省とどのように連携していくのかそれについて教えてほしいんですけれども文部科学省お願いします文部科学省大臣官房淵上審議官お答え申し上げます有機農産物の活用につきましては一部の地域において学校給食で 有機栽培米等の農産物を使用したり有機農産物を活用した食育の取り組みが行われていると承知をしております他方学校給食における有機農産物の使用にあたりましては例えば域内で必要な有機農産物の数量の確保ですとかあるいはコスト等の課題があるというふうに承知をしてございます学校給食に用いられる食品の選定につきましては 有機農産物の生産状況や栄養共有、保護者など関係者の意見、地域の実情などを踏まえて、学校給食の実施者であります学校設置者においてご判断いただくべきものと考えておりますけれども、お尋ねの文部科学省といたしましても、農林水産省と連携しながら、 私どもが主催をいたしますあの担当者会議などがございますので、そういった場を通じまして、有機農産物を活用した学校給食や食育の事例の発信、共有など、必要な取り組みに努めてまいりたいと考えております上智子君。あのまあ、今のお話の中でも、やっぱりその限られた食材費の中で取り組むのであの、大量調理にふさわしい食材の価格という問題と、 それから量の確保という話が、ね、今、されたと思うんですね、それで、まあ、農水省と連携しながらという話もありました、そこで農林水産省にお聞きします、千葉県のいすみ市はです、ね、学校給食に有機食材を活用されてますよね、で有機食材の活用を通じて、食の安全や、えー、農薬の害とか食料試験とか、環境の劣化ということを学んだということを担当者の方、言われていますで。食育として この有気、磁場の農産物の活用を呼びかけていると、それで今、文部科学省はです、ね、農林水産省と連携しつつ、必要な取り組みを行うという装備をされてるんですけれども、では農林水産省としてはどう連携するのかということをお話しいただきたいと思います。平方農産局長 あの委員ご紹介のとおりです、ねあの、3年度の補正から、まあ、新たに市町村が主体となって、生産から消費まで一貫した有機農業の拡大、その中で学校給食、これを支援するというふうにしております。で我々としましては、このような取り組みをです、ね、勉強会やシンポジウムで他の市町村に周知することで横展開。 その際、文部科学省とはです、ね、連携をいたしまして、取り組み事例を紹介するとともにです、ね、幅広い地域の学校関係者にも本事業の活用を促していきたいと、この会をついてやっていきたいというふうに考神智子君あの、まあ。有機農業の産地づくり推進っていう、ね、あの中で、2025年までに100市町村でオーガニックビレッジ宣言をするという目標を掲げてますよね。 それで学校給食は、大量調理にふさわしい食材の価格帯であることと、量の確保が課題ということですから、特にこの食材の価格っていうのは、どのように解決をするんでしょうか、これについてお答えをお願いします平畑農産局長あの委員ご指摘のとおり、学校給食に有機農産物を導入するときは、量に加えて食材の大きさ、形、納入場所、時間など、まあ、大変調整することが多くなってございます。 このため、あの先ほどご紹介していただいた事業をあの令和3年度補正から始めるんですけれども、この事業においては、その成果として有機農業の産地計画を策定することを求めており、まあ、実現性の高い計画になるように、本事業実施期間中に産地づくりに必要となる取り組みを施行し、課題と解決策を地域で検討するというふうにしております。この際、さまざまな取り組みに挑戦できるように、例えば学校給食につきましては、関係者の会議費はもちろんのこと、食材費、 給食メニューの施策など、施行に必要となる費用についても、支援対象として考えております上智子君。試行、まあ、的にあの、いっぺんに全部すぐにはできないということで、<laughs> <laughs> 試行的に取り組みを支援すると、まあお手まお手お手、お試し期間ですか、それを設けてあの、来たら1箇所あたり1000万とか、ソフトでいうとあの、国が全額支援するとか。 機械リースは半額とかいうことで地方自治体とも協力しながらね、まあ食材は市町村が買い取るという形になってるようですけれども、そういう形でやるっていうことであの考えているということでよろしいんでしょうか。平方農産局よりですか。平岡農産局長、あのその通りです。上智子君、あのまあ学校の周辺にですね、まあ生産者がいる地域はね、これまあ、千葉もそうですけど活用しやすいと思うんですよ。でしかし本格的に この学校給食で有機食材を広げようと思ったら、例えば東京23区のようなですね都市部、ここはあの有機米を作ってる生産者がいない地,地域なわけですよねで、そこで有機米をいかに広げるかっていうのが課題になってくると思うんですけれども、これはどのように支援するんでしょうか、これ、大臣にお聞きしましまょうか、はい、金子農林水産大臣。 大東市を中心部や有機農業者がいない地域におきまして学校給食で有機農産物の活用としようといたしましてもです、ね、現状では一定量の有機農産物をか安定的に加工できないため難しい面があると考えておりますこのため将来的にはです、ね、有機農業の生産を大きく拡大し 通常の流通販売ルートを通じて購入できる供給体制を確立することを目指していますが、まあ、それまでの間はですね、都市部の自治体と有機農産物の生産地とのマッチングや協定といった取り組みの後押しや、えー、都市部においても野菜など地場で生産される品目について、 学校給食への活用の検討などを促していきたいと考えております上智子君。えっとまあ、今、ですね学校給食に有機食材を求める要望や運動が広がっていて、この国会中にもね、陽性の方がお見えになったりしてます、それで2006年に有機農業推進法ができて、あの有機がなかなか増えない現実がありました。で一方ではではすね学校給食に 有機食材を求める要望や運動が広がっている現実もあると、それで緑戦略は、この有機農業を全農地の 25%100 万ヘクタールにする目標を掲げていますから、ぜひですね、実行ある支援策をあの具体化するようにあの求めておきたいと思います、えーっと。で、あともうちょっとあるので、あとあの温暖化防止対策についてもお聞きします。あの法案の第2条で、食料システムとはということで、 えー、農林水産物等の生産から消費に至る各段階の関係者が、有機的に連携することによって、全体として機能を発揮する一連の活動として、この環境負荷低減事業活動とは、えー、温室効果ガスの排出量を削減する事業活動と定めているわけですよね。それでこれもあの本会議のの質問の時に、えっとに えー、輸出入事業者に温室効果ガス、CO2 を抑制するための目標を求めるのかって聞きましたら、大臣は温室効果ガスを抑制するための目標を定めることは現時点では考えておりませんというふうに答弁をされましたよね。で環境への負荷を示すあのフードマイレージという言葉がありますよね。食品を運ぶ距離と重量をかけた指標なわけですけども、この温暖化防止策として、 フードマイレージを減らすっていうのは、これ、必要なんじゃないかと思うんですけれども、いかがでしょうか青山技術総お答えいたします。本法律案では、農林水産物、食品の生産から流通までの過程において、環境負荷の低減を図ることを目指しており、農林水産物等の輸出入に伴う温室効果ガスの排出抑制の観点から、フードマイレージも重要な取り組みの一つだと考えております。 上智子君、はい、あの重要な、ね、中身であるという認識を述べられました、で日本は食料自給率が、ね、今37、37%ということで低いこともあって、輸入に依存した食料システムになってるわけですよね、でフードマイレージっていうのは、食料自給率が高い欧米諸国に比べても、2倍から3倍になってるっていう指摘もあります、でそういう食料システムもやっぱり検証すべきではないのかなというふうに思うんですけど、最後に大臣にお聞きします。 金子農林水産大臣食料の安定供給のためには、食料の輸入の必要性、それ自体を否定することは適当でないと考えています。そのような中でも、流通等における環境負荷の低減を図るため、国が講ずる施策として、ご指摘のような、消費段階における地産地消の取り組みの促進のほか、流通段階における省エネ化も含め、総合的に、 環境と調和の取れた食料システムの確立を図っていくことが重要と考えておりますはい時間、ね、来ておりまし食料、緑の食料システムの方がです、ね、やっぱり日本の食料自給率を高めるし、世界的な温暖化の防止や SDGs にですね貢献できる法律に発展させていけるようにということを求めまして、あの私の質問はありますありがとうございました 葬儀<い>君。